岸本秀樹は京都府鈴木郡宇治田原町出身の元プロ野球選手。現在は広島東洋カープのスコアラーを務める。高校の同期には赤松雅人が、大学の同期には藤田和也がいる。1999年2年時に平安高校時代に選抜大会に出場。ベスト8まで進出したが当番なし。2001年に近畿大学へ進学。 三年秋のリング戦で初登板するが、抑え中心で先発は一試合のみ。通算で四年秋の2勝にとどまった。2004年度ドラフト会議にて、横浜ベイスターズから五巡目指名を受けて入団。2005年シーズンは、ルーキーながら開幕一軍入りを勝ち取り、4月3日の第中日三回戦でプロ初登板を果たした。2007年シーズンオフに、 小山田康弘との交換トレードで木村昇るわれと共に広島東洋カープへ移籍。2008年は速球派の少ない中継ぎ、事情もあり積極的に起用される。5月4日の古巣横浜戦ではプロ初勝利を挙げた。安定感に欠け敗戦処理中心で大きな信頼を勝ち取るには至らなかったものの横浜3年間の通算24試合登板を 上回る37試合に登板した。2009年は1軍登板がなく、2軍でも防御率5点台と不調だった。2010年は開幕1軍入りを果たしたものの4月に2軍降格となった。5月初めに再び1軍に登録され、終盤の9月に左膝痛で離脱するまでリリーフ投手として自己最多の51試合に登板した。 2011年は抑え投手のデニス・サファテにつなぐ、セットアッパーとして起用され42試合に登板。シーズン終盤に調子を崩し最終的には防御率4.17だったが、8月上旬までは防御率2点台と好調を維持し、ホイップは1.26を記録した。校頭の要因としては、フォークボールの請球が改善したことが挙げられている。 2012年も開幕1軍入りを果たし、13試合目の登板となった5月8日の大半新戦の終了時点で防御率0.60を記録したように、シーズン序盤はまずまずの投球を披露した。ところが、以後は一転して失点を重ねる場面が目立つようになり、交流戦終了後に2軍へ降格。以後は7月と9月に1試合ずつ登板するも、 いずれの試合でも打ち込まれた。この年は27試合に登板するも、防御率は6.75、ホイップは1.71と大幅に悪化した。2013年は4年ぶりに一軍公式戦での登板機会がなく、10月1日付で戦力外通告を受けた。通告を受けてから2度にわたって12球団、合同トライアウトに参加したものの現役を引退。二千十四年からは、 広島のスコアラーに転身する。恵まれた体格から繰り出す平均球速約時速1 4 2トル最速時速1 5 3トルのストレートを武器とし、変化球はスライダーとフォークを投げ分け、2010年からはツーシームも投げるようになった。2009年には予し球率4.62を記録するなど支給が多い。ありがとうございます。